皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはホームページを本格的に作りたい人におすすめしたいワードプレスというシステムの特徴はということについてお話をしたいと思います。ホームページを作りたいっていうふうに思う方は最近増えてきていてですね、私は昔からホームページをまず基軸として作って、自分の自社サイトですので、それ以外に展開するのに SNS のツールを使った方がいいよっていうのを言ってるほど、ホームページは大事だよっていうのを言っているタイプの人間です。それで、最近皆さんがそれを実感するようになってきたのが、おそらくアメブロは別に悪いとは言いませんけれども、アメブロでの集客力が落ちてきたりとか、あとはポータルサイトですね、その会社の方でそういったもう無料で、先生の教室を紹介するようなページを動かしてくれるような、無料サイトとかっていうのもあるんですけれども、そういうところに掲載をしていたところが、そこはサービスをやめると突然なくなりますから、それで集客経路が断たれるとかっていうことで、これは無料で使える SNS ツールは皆その可能性を秘めてるわけですよ。今ものすごく、上向きになっているインスタグラムとかだって、 YouTube だって、 Facebook だって、その会社にいつ何があったらそれがなくなるっていうことは全然あり得る話なので、そのことも含めた状態で自社サイトを持つっていうのは昔から私がお勧めしている話です。で、先日つい最近もですね、ちょっと1個そういったポータルサイトのところがサービス停止しまして、突然停止をすることになって、でそれで慌てた先生から問い合わせ、ホームページ作らないと受付ができませんっていうことでですね、お問い合わせをいただいて、その概要とか内容をお伝えしたこともあるぐらい、自分の自社サイトを持つっていうのは今後どうしても必要になってくるだろうなっていうふうに思っているんですね。で、今日のテーマはワードプレスっていうことなんですけど、ホームページみたいなっていう方は変だな、仕組みとしては無料のものとかもあります。で、ワードプレスもワードプレス自体をインストールするっていうか使うこと自体は無料なんですけど、それを動かすためのサーバーとかですね、ドメインとかっていうのを取ったりとかっていうのをするのに年間いくらかかってとか、毎月いくらかかってとか鳴らすと、だいたいそうですね、500円ぐらいでしょうかね、1000円以下ですけどね、そういうのがかかるっていうこととか、あと管理画面とかがブログ型ホームページシステムみたいなのがワードプレスなんですけれども、難しいって確かにとっつきにくいんですよ。なのでやりにくいからやらないっていう方で、業者さんに任せようっていうと30万とか50万とか言われたらどうしようとか、あと簡単なのとかペライチっていう仕組みもあるんですけれども、ペライチも非常におすすめな仕組みなんですけれども、トータル的に全体をこう見せていくっていうのにはちょっと足りない感じの仕組みなので、これを機会に覚えるならワードプレスがいいよねって思う方が非常に多いともよく分かります。ですのでワードプレスっていうのは、簡単に言うと、ホームページ型ブログシステムって言って、ブログって日記っていうそういうふうに思う方いらっしゃるんですけど、そうではなくてですね、更新をしてどんどんページを増やしていくことができて、でそれにいろんな記事を書いていくことができるって、そういうシステムなんですけどね。でそれがワードプレスなんで、これをちょっとなんで、特に教室の先生に今後作っていく方におすすめしたいのかっていうことも合わせてお伝えしたいと思います。はい、ということで、まず特徴いろいろあるんですが、おすすめしたいポイントからお伝えしていくとですね、まず一つ目ですね、なぜワードプレスがいいのかっていう話なんですけど、単純にですね、 SEO と呼ばれる、サーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン最適化と呼ばれる、ウェブマーケティングで当たり前のように使われる言葉があるんですが、その SEO と呼ばれる誰かがキーワードで、何かウェブサイトを探した時に上位に表示されている確率が高いサイトの作り方っていうのがワードプレスの作り方なんですね。だから同じサイトを作るんだったら上位の方に表示されているサイトを持ってる方が目立つから、
見てもらって人が来る確率が高くなるっていう、だったら確率が高い作り方の方がいいですよねっていう、単純にそういう理由です。ですのであのホームページをどのみち作るんだったらしっかり作り込んで、私がおすすめするのは自動集客なので、探されて中をちゃんと読んで、あ、ここの教室行きたいなって読まれて申し込みが入る。だから集客はもちろんするんですよ、するんですけれども、私の場合にはたまにメルマガとかを書いあのパンの教室やってた時ですけど、メルマガを書いたりアメブロを書いたり、初期の頃は結構ちゃんとあの集客ってやってたんですけど、ホームページがちゃんと機能してくるようになると、適切なキーワードで人が飛んできてホームページの中を回遊して読んだ結果、この先生の教室行こうって決めてくれて申し込みが入るっていう、ここが自動化していたので、割と例えば自分が別に集客をしていなくてもですね、夜中に普通に予約が入るとか、まあ寝てる間にですよね、それはだから自分が動いてなくても予約が入るっていう状態を知っていて、ワードプレス、当時はワードプレスじゃなかったんですけど、ホームページを作り運営してたから、それを皆さんにお伝えしたいんですね。でその後あの当時は HTML って呼ばれる言語で書くやり方であのやってたので、ページを量産するのがとてもとても大変だったんですよ。だけれども、まあ、あの企業とかムーバブルタイプっていうような作り方で作っていくんですけど、個人の場合とかはワードプレスっていうあのそのシステムを入れ込んで作る場合においては、あの非常にですね、以前に比べたらホームページの作りっていうのはめちゃめちゃ楽になってるので、とはいえ全くやってない人にはちょっとハードル高いですよ。高いけれども、あの一生っていうかその後ずっとやっていくことを考えたら、どこかで業者さんに丸投げしちゃうんじゃなくて覚えた方がいいです。自分で作って更新する方があの早く上に上げることもできるし、情報を修正していったり直していったりするのもとても早くできるんですよね。だからあのよく私のところにいらっしゃるクライアントさんが、業者さんに頼んで30万とか50万かけて作ったのに全然集客できないっていうことで集客を習いに来るんですけど、まあ私の講座の中ではワードプレスを教える講座とかもやってるので、それで自分で作った、ワードプレスの方が集客できてる方が多いですね。じゃあこれは業者さんが悪いのかっていう話なんですけど、業者さんが悪いんじゃないんですよ。その方は、当然その集客のこととかもわからない、教室のことも特徴は何っていうのがわからない状態で業者さんを頼んでしまうと、それ以上作りようがないんですよ、技術があっても。だから、とても綺麗なページなのに集客できないページっていうのは結構たくさんあってですね、見た目綺麗なんです、だけれどもターゲットするお客さんに響くように作られていない。それは先生の責任です。業者さんに伝えきれてないから、それを引き出すのはね難しいんですよ。あのコンサル型の業者さんじゃないと無理ですね。そこまで時間かけられないから、そうすると言われた通りに大体作っていくんです、見てくれがいいように。そうすると対外集客できないサイトになって、なんでできないんだろうって言ってもう一度学び直しに来るっていう方が非常に多かったので、この話をしてるんですけれども、だからまずね自分で作った方がいいです。で、それで集客できるようになって収益が上がってきてお金ができてきて仕組みが分かったら初めて業者さんに頼むと、仕組みが分かった状態でいいサイトを作ることができるので、私がお勧めしているのはまず自分で作るということをお勧めしているんですね。でしかもその中でいろんな媒体があるので、あのワードプレスを作ってっていうのは、検索上位に上がりやすいシステムだからということと、あとは世界で使われている一番広く使われているシステムなんですよね。なのでデザインテンプレートも非常に多いですし、解説本とかもうちょっと Google で検索すると分かんないこと、 WordPress の操作で分かんないことってもう大概出てきますので、すごい楽なんですよね。で、まあ、本も多く出てるし、私も教えてるような部分はあるぐらい、まあ、教えてくれる教室とか教えてくれる人っていうのも非常に多いので、誰に習うのかっていうのはあるにしてもですね、その
コンセプトとかそういうのも理解した上で作り方を教えてくれる人っていうのが、本来一番いいかなと思います。もともとワードプレスは上に上がりやすい装備を実装しているんですけれども、テンプレートによっては上がりにくいテンプレートもありますので、どれを選ぶのかっていうので、私は自分自身もそうですし、私のクライアントさんとかにもおすすめしているのが、TCD ワードプレステンプレートっていうのがあって、TCD タイガーチャーリードッグですね。 TCD、デザインプラスっていう会社さんのやつが、割と SEO に強いようにもともとデザインしながら作ってらっしゃる会社さんなんで、日本語のマニュアルも、結構充実してるので分かりやすいですね。ワードプレスのテンプレート英語でできちゃってるのが結構多いですからね。デザインが綺麗なのとか、なんで、そういう部分でもそういったものテンプレートを入れながら作っていくっていうこともできるので、やり始めるとですね、余談なんですけど、やり始めると楽しすぎてウェブサイト作りに没頭して時間作っちゃって集客できてないっていう本末転倒な先生もたまにいるんですけど、ほどほどに時間を見ながら作っていただいて、目的は集客するためにサイトを作るわけですから、そこに異常に手間をかけすぎてですね、集客が全くできなかったっていうのはちょっと本末転倒の話なんで、そこは気をつけてほしいんですけれどもね。なんで、そういった意味で、SEO と呼ばれる検索に非常に強いという仕組みですよというのがワードプレスになります。で、もちろん他にも無料のとかもあるんですよ。ジンドゥとかで、それが別に悪いとも言わないし、ウィクスとかいろいろあるんですけれども、きちんとしたホームページを汎用性高く作っていくんだったらワードプレスがいいかなっていうふうに思うんですね。無料のやつとかは楽にできていくんですけれども、対策に強い状態になっているテンプレートばかりではないので、自由度とかいろいろ、そういったものとかも考え合わせるとワードプレスがいいかなと思いますね。だから自動集客をすることを私は目標にしているので、それに一番適当っていうか合っているウェブサイトの作り方がいいなというふうに思っているので、現状はワードプレスです。他にももしかしたらね、これからもっといい楽ちんなものが出てくるかもしれないんですけどね。よくこの話をすると、ブログだったらアメブロでもいいんじゃないですかとかって言われるんですけど、アメブロもそういう無料で他人のシステムに間借りしてやっているので、アメブロで書いた記事、例えば何かのトラブルとかがあって、アメブロが ID を消すって言ったら、どんなに頑張って書いた記事も全部消えますんでね。そのあたり、アメブロだけで集客している方はちょっと気をつけていただきたいと思います。ご本人に悪気がなくても、誰かの通報とか嫌がらせで ID が剥奪されてなくなっちゃうこととかってあるんですよ、普通に。だから、だいぶルール変わってね、商用利用とかが今大丈夫になりましたけど、一時期商用利用がダメっていうことで、いきなり ID が消されることとかも割とよくあったんです。だから何か他社に依存するシステムっていうのはプラスアルファぐらいで考えるのがいいので、アメブロも SEO 効果はそれなりにあります。ただ、ワードプレスで頑張って頑張っていっぱい記事を書いて作ってったサイトよりも、ある臨界点で超えるときに下になるときがあります。私もアメブロ、そうだな、今何記事ぐらい書いてるかな、2000、3000弱ぐらい書いてるのかな、記事書いてて、それを一生懸命出だしの駆け出しの頃、記事いっぱいやってる最中な時にはワードプレスはまだ作ってなかった時期で、後から作ったんでワードプレス、その時には当然アメブロのサイトの方が上になってましたけど、後でワードプレス作ってそっちの方のブログを更新してったら、これ逆転する時期が来ましたからね。なので、そういう効果があるっていうことと、ただアメブロだけを読む方もいらっしゃるので、その入り口を増やしておいて見てもらう人を増やすっていうためにアメブロを使うのであれば、それは賛成ですね。入り口が増える分にはいいから。私の場合にはだから Facebook も入り口だし、 YouTube も入り口ですし、Instagram も入り口っていう、そういう形になってるので、そこで集客をしているわけではないですね。見せるべきな部分はホームページで、そうするとその、ホームページはじゃあ何を目的にするのかっていうのもあって、1回で申し込みさせる目的にするホームページと、あとブログ、
メルマガとかに登録をさせるっていう作りになってるホームページとかがあって、私が作ってるホームページは主にメルマガを読んでいただくために、登録していただくために作ってるホームページです。パンの時には一発申し込みっていう形だったんですけど、コンサルの方っていうのはやはり私という人柄ないしは知識をどれぐらい持ってるのかとか、どういうことを教えてくれるのかっていうことを理解した上でないと申し込みはできないと思っているので、ゆっくり関係作んなきゃねって思うと、まあメールマガジンですね、ポツリポツリと地味に届くメールマガジンを購読していただくっていうのが結果一番早いかなと思っているので、それを登録していただけるような動線設計にしてあるのが私のメインのホームページの作り方になっています。なのでそのどう作っていくっていうのはあるにしても、まあ、ワードプレスというそのシステムですねは非常にそれが私が一番評価しているっていう点です。これがまず一つ目ですね。で、2つ目はワードプレスの汎用性の高さでプラグインっていう仕組みがあるんですけれども、まあ空っぽっていうか、ある程度中身システムは持ってるんですけど、それをさらにバリエーション多く作っていくことができるようなので、プラグインっていう仕組みがあるんですよ。例えばそうだな、サイトの読み込みをスピード速くするプラグインとか、見出しをつければ勝手に目次を作ってくれるプラグインとか、いろんな本当にいろんなプラグインあるんですよ。私も全部わかってるわけじゃないです。ライティングを楽にするアイコンマークが入ったエディターのプラグインとかですね、あとこの間なんか見たのは、なんか比較の画像が2枚並べてとてもよく綺麗にビフォーアフターとかが見れるプラグインとか、なんかそんなのもたまたま違うウェブサイトとかで見たんですけど、本当にいっぱいあるんですよワードプレスのプラグインって。だから同じようにウェブサイトを作ってもプラグインをどんどん入れていくと、全然違うサイトとかになっていくし、プラグインはプラスアルファでどんどん入れていけるので、その時旬な便利なものとかが、入ってきたら入れる。ただ注意は、プラグインを詰めすぎると動きが遅くなるので、ある程度ですね、これ本当に必要だよねっていうものから入れていくといいかなっていうふうに思います。なんで、まあ主にその更新が管理画面っていうものでやっていくことによって楽にできるっていうのと、そのブログみたいな形でこう積み上げていくウェブサイトを作るのにとても楽な仕組みを採用してるっていうのがワードプレスなので、私のクライアントさんにはペライチは簡単な部分でまずは作るのがおすすめで、本当のサイトはワードプレスで持とうよねっていうことは皆さんにおすすめしているので、どこかの段階でうちのクライアントさんは作ってもらってます。そしてそれをしっかりちゃんと運営して育てるっていうことをしてった方は、私が言うように1年後なのか2年後なのかってちょっと時間はずれるんですけど、確実に自動集客ができるようになっていってます。自動集客ができると、教室の先生にとって何が嬉しいかっていうと、SNS をいつでも頑張んないと集客ができないっていう状況じゃないものを作ることができるっていうことなんですね。要はさっき言った勝手に探されて勝手に予約が入るっていう状況を作れるので、地道に時間がかかるんですけれども、やるとそのまま財産になります。だから毎年毎年集客が楽になるんです。作った記事とかがどんどん増えていくし、それによって検索順位がどんどん上に上がるので、見てくれる人の数が圧倒的に増えていくんですよね。なのでその仕組みを理解してホームページ作れるかっていうのが一つポイントになるし、あともう一つですね、教室の先生とかはそういうポータルサイトだったりとか、要はまとめてくれているような無料で使わせてくれるサイト、ポータルサイトとか、あとアメブロとか、あとはインスタグラム、割とこうみんながやってる楽なツールにやっぱり行くんですよね。ということはちょっと想像してもらったら分かると思うんですけど、みんながやってる楽なツールっていうことはみんながやるですよね。ってことはその中で上位に行こうと思うと、ものすごく特殊な感じなのか、かっこいいか、写真が素敵とかじゃないと目立たないですよね。そうするとそれをやるのに、上に上がるのにお時間がかかるんですよね。手間もかけないといけないし。
だからみんながやってないツールで効果的なものを使う方がいいですよね。ということで、皆さんがハードル高いなと思っているうちにワードプレスで作った方がいいっていうのも、教室の先生に向けたホームページの作り方でご案内したい内容なんですよ。で、とはいえ私パソコンだし苦手だしとかっておっしゃる方も多いんですけど、いやいやいや、それでもですね、私がウェブサイトを作るのを学んだ頃よりもはるかに楽ですよ。管理画面っていうのがあって、アメブロの管理画面をもうちょっと難しい、5倍ぐらい難しくしたぐらいの感じですかね。それでも例えばコードっていうのを見たことがある人がどうかわからないですけど、タグって言ってですね、アルファベットをガタガタ打っていって、もともと本来はホームページって作るんですよ。それから考えたらはるかに楽です。だって1文字間違えただけでページ動かないんですよ。括弧閉じ忘れるとか、スペース間違えたとか、コロンとカンマ間違えたとかだけでももうウェブサイト動かないっていう、そんなことを考えたら全然楽ですよね。だからまあ食わず嫌いっていうか、やらず嫌いっていうケースも多いので、楽なんだと。昔よりは楽なんだと。スマホのアプリをサクサク使いこなせてる方だったら頑張って覚えれば、ワードプレスね、覚えられると思ってるんですよね。だから自分が苦手だって思うから多分覚えないんだと思うんですよ。なので、今後のことを考えて楽に集客ができる体質を作りたいなと本気で思うのであれば、どこかの段階でワードプレスやってほしい。というふうに思います。業界体質としてワードプレスを使ってないような業界であればあるほどおすすめしたいという感じですね。なんで、私の方でも、教えるのが、どれぐらいまで時間が取れるかっていうのはあるんですけれども、気になる方はセミナースケジュールとか、そんなのを見ていただいて、習ってみたいなと思ったら、そちらの方からお問い合わせいただくという感じで、もワードプレスは私まだ推しているシステムなので、お教えしていくことになると思うので、この機会にですね、ちゃんとやっぱり自分のウェブサイト持ちたい、何で作ったらいいのというふうに思う方は、私は一押しはワードプレスっていうことをお勧めしたいと思いますので、ぜひご検討してみてください。それでは。